ャルゲストをご紹介しましょう。大泉洋さんです。何時だよ今。おいおいおい。怒ってるな。俺何時にここに入ったか知ってるか。何時ですか。12時半ですよ。ほぼ1時間前ですね。いや俺は、はい、俺は、はい、1時からの放送って聞いてるんですよ。ね、はい、まあまあまあ、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 ごめんなさいね。なんか最初からこんなこと申し訳ないけども、1時からの放送でまずマネージャーが12時40分に入ってほしいって言うんですよ。はい、まあまあまあ、1時からの放送であれば12時40分。はい、まあまあまあ、妥当なとこがあって、まあ打ち合わせもあるでしょう。そうですね。はい、12時40分に入って1時。まあまあまあいいですよ。はいはい、それがまずうちのマネージャーの車のちょっとその読みで、まず10分早く入って。ね。まず12時半に俺は着いちゃったと。なるほど。まあまあまあ30分前に着いた。まあ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 、10分しゃあないかなと思いましたよ。うんうん、ね。で、まあなんかディレクターさんがやってきまして、打ち合わせさせてくださいと。うん、おいや、打ち合わせしましょうよと。もともと私20分打ち合わせの時間取ってるんですから。そうですね。やりましょうと。打ち合わせしましたよ。3分で終わりましたよ。ろくな打ち合わせないね。いや、なんか、まあ、不死の銀の、ね、先に分に出まして。まあ、ここでこんな、まあ、まあ、不死の方で、まあ、どう言うかわかりませんけど。じゃあ、わかんないんじゃん、みたいな。どうなるかわからない打ち合わせさせられてですよ。はい。3分で終わるものを、12時40分、20分取られたし、12時40分に入ってくれって言われて。そうです。30分に入っちゃって。ね。で、30分に入って、まあじゃあまあまあじゃあ30分で行けばいいんだなって思ったらなんかよくわかんない。最初のさ、最後の最後でディレクターが言ったのは、というわけでございまして、だいたい1時10分頃お呼びしますと。なんか10分、なんかわからん感じで10分押してるんですよ、僕の中で。いや、俺は1時からのラジオって聞いてるんだ。だから1時から呼ばれんだろうと思ってんね。はい、はい。でもそれがなんとなく1時10分ぐらいからの出番になりますと。はい。ああ、そうなんだと。うん。じゃあもう、じゃあ俺40分待ちだ、みたいな。で、1時、まあまあいいわ。1時10分から。じゃあどうすじゃあ1時10分、10分かなと思って。どうすかね、今俺喋り始めたの。1時20分じゃありませんでした。いや、もう、ねえ。俺喋るまで50分ありましたよ。ちょっとメールを読みたいと思います。北海道クズの星、うん、36歳女性。ああ、北海道ありがとうございます。あんまり不機嫌な姿を見せるとまた娘さんがなんでパパはいつも怒ってるのと言われますよ。だって大泉さん兄さん、いやこれはもう入り時間の文句を言うなんていうのは先輩として一番恥ずかしいですよ。おかしいじゃない。この子放送始まる前から俺が文句言うことを分かってるじゃない。さすがですね。地元の星を。俺が文句言ってないうちから文句言うと怒られますよって言ってるじゃない。すべて分かってらっしゃるんですよ。ファン、皆さん、ファンですから。うちの娘にこんなラジオ聞かせるわけないでしょ。でもすごいですね。驚きました。すごい人気があるそうですね。この間、星野源とご飯食べた時に随分自慢げに言ったんですよ。うん、3万通のお便りが来たって言って。いや、なかなか今の時点で3万通のね、苦情が来るメールってなかなかない。苦情じゃないんですよ。あのね、すごい長文のいいメールが、ね、やめろやめろ的なやつが3万通も来たっていうね。やめろじゃないんですよ。そんな兄さんみたいな日々文句言ってるばかりじゃないんですよ。いやでもね、驚きました。まさかね、1曲目からね、うちの娘の大好きなね、4がかかると思う。3です。4じゃない、4じゃない。後ろ娘がね、いつからそんな大御所俳優みたいな冗談を言うようになったんですか。4が大好き。兄さんは。3です、3。4じゃない。何ですか。数字じゃないしね。そうですか。私が50分で待ってる間に考えたことをもう全部言いました。もう帰っていいですか。もうダメダメ、まだダメ。まだダメ、みんな楽しみにしてたんだから。言ったことも全部言っちゃいましたよ、もう。もう言っちゃったの。もう全部終わりました。だってもう俺に話す隙を与えないんだもの。だって、何ですか。20分に来てくれても5分間喋りっぱなしですよ、何ですか、今日もね、頭にコンドームつけて。違うよ。ニット帽を頭につけてるのはコンドームじゃないの。青いコンドームじゃないの。コンドームみたいな帽子かぶってるじゃないですか。せめてピクミンとかにしてください、言うんだったら。コンドームじゃないの。青いコンドームじゃないの。何ですか、その帽子は。ねえ。あなたね、僕はもうわからない。なんかあなたがね、なんかその、はい、なんか人気があるっていうのがね、私は初めて会ったのは、あれはいつでしたかね。
結構前ですよね。もう 5年ぐらい前じゃないですかね。もうそんな前になりますか？ムジカという。ムジカという雑誌の対談でね。対談で。合わせてもらいます。小泉さんの連載で、僕ちょっとゲストで呼んでいただいて。私の大泉洋の洋クーアという ね、はい、ね。音楽雑誌ながら私がただただ美味しいものを食べるっていう。そもそも企画が意味わからないですよね。あのコラムにゲストで来ていただいた時に。はいはい、もうその時から文句ばかりでしたよ。ずいぶんと人気の方だと言って会いましたけども、このチェリーボーイの一体どこに人気があるんだろうと。この童貞くんがなぜそんなに人気なんだっていうのがよくわからなかったです。兄さんは出会った時から今ずっと僕のことを童貞と呼ぶんですよ。あだ名をね、あだ名がもう、そのメールをね、この間いわゆる LINE をね交換するまでずっとメールでやり取りをさせていただいて、その会った時にメールアドレスを交換してね、非常に楽しく先輩と後輩のやり取りをさせていただいておりましたよ。その時の呼び名すべて童貞ですよね。童貞はさみたいな。いいですよ、僕は童貞、僕が本当に童貞だったらいいんです。何の文句もない。だからそうだものと思うけれども、完全な言いがかりですよ。兄さん。なんかね、うん、見た目がね、可愛すぎるんですよ。ね、今日だって頭にね、コンドーム乗っけてね、憧れのコンドームか知らないけど乗っけてるんですよ。なんかね、見た目が可愛くて、もうどうしてもこの人が人気あるように見えない。で、私がね、そのコラムの中でね、うん、この童貞が人気あるんだったらもう怒るんですよ。童貞じゃねえよって。いや、童貞じゃねえよはいいけど、童貞じゃねえよ、俺、なまらやってるよとか言ってた。なまらは言わなかったです、ね。なまらは北海道人じゃないから言わないですけど、ですね、うん、かね、こう、大学生にしか見えない。いくつなんですか、あなた。35です。いや、おかしいわ。35はおかしいわ。大学生ですよ、見た目。からね、お金もないのに頑張ってね、こうやってやってると私は思う。そう。童貞は、すごくお金がないんでしょって、お金の心配をしてくるでしょ、メールで。あるよ、普通に。そこそこ稼いでいるの。金あるよって言うから、こんなこと言う人初めて見た。金あるよ、俺って言うと、これ。心配してくれてるのは嬉しいですよ、そりゃ。すごく嬉しいんですよ。でもね、食事に行きましょうって言って。はい、食事に行きましょうって言うと必ず、おごってくれって言うでしょ。兄さんは。その、高いところに行こうっつって。それは、もうね、もうぐちゃぐちゃ行動が。どうしよう。兄さん。だから私はね、私はあなたを、バカにしたいから言いますよ。私は、あなたをバカにしたいからね、童貞で、お金がないって言いますよ。お金がない。うん。でも私はでも知ってんだ、本当はね。あなたにお金があることは。だから実際、何かご飯食べようって思ったらね、そこはおごってくれって言うんです。兄さん、大泉兄さんの方がお金があるに決まってるじゃないですか。いやいやいや、私はね、本当に、誰にも私のお金はね、渡したくないんだ。おごってもらうチャンスがあるんだったら、ね、おごってもらうんですね。あとその童貞に関して言うと、うん、この二人で解決するにはいいですよ。うんうんうん、でも、この僕の隣に今いる作家のテラちゃんですよ。テラちゃん、はい。テラちゃんは、Real Cherry Boy なんですよ。いや、同い年ですよ、僕と。そうなんですか。それはね、ゲンちゃん、もう話題にできないよ。星野源のオールネット日本、本日はスペシャルゲストに非常に不機嫌そうな大泉洋兄さんを迎えてお送りしております。僕はね、こんなところまで突っ込みたくないけどもね、うん、ジングルで星野源言いすぎじゃないですか。違う。いや、わかりますよ、すね、誰のラジオかは。そうですね。星野源って。何ですか、これ。これだってかっこいい。わざわざ作ってもらったんですよ。豆腐ビーツくんというクリエイターに。ちょっと、一から。今日帰るまでに。大泉洋って作ってもらっていいですか。大泉洋って。ちょっと待って、もうただでさえスタッフが少ないんだから、うちの番組。そうなんですか。もう手一杯なの。この間にジングル作るとかもう無理。手薄なんですか、スタッフ。そうなんですよ。このジングルを作ったことによって、一人スタッフが減ったんですよ。予算使いすぎて。予算使いすぎて。そうなんですか。普段作らない。星野源がそういう扱いを受けてると気持ちがいいですね。
っても気持ちよいですね。これね、今日大泉さんと僕にやってほしいことっていうのを、はい、先週から募集してたんですよ。リスナーに何か届いてるんで、ちょっと紹介します。秋田県17歳、女性、遅刻でなぜ悪いさん。大泉洋さんと星野源さんにやってもらいたいことなのですが、うんうん、シンプルにただただお互いを褒め合ってください。うわ、これじゃあ僕からいきましょうか。お、嬉しいな、うん、嬉しい嬉しい。大泉さんは、はい、ちょっと真剣に言いますね。いやいや言ってください、お願いします。毛深い今まずそのいや聞きますよ、白いシャツから腕の毛がすごい出てるじゃないですか。僕は毛があんまないんですよ、腕の毛が、うん、すごい羨ましくていいなっていつも思ってます、うん、髪の毛がすごい、うん、今日特にいつもぐちゃぐちゃじゃないですか、うん、それいいなって、うん、ここまでの僕もテンパーなんですけど、うん、あんまりそこまでいかないんで、うん、君はだから天パの風髪にも置けないよね。今ちょっとだけ噛みました。キャザ髪。だって天パを君それコンドームで隠してる。憧れのコンドームで。ね。憧れのコンドームで。なんかよくわかんないけど。なんで隠したんでしょうね。憧れのコンドームでね。僕はもうそんな隠したりしませんよ。そうですね。僕はもう、僕は自信を持ってるから、ビシッと見せてきます。そうですね。まあ今日はメイクさんがついてないから。こうです。そうですよね、さっき写真を撮りたいって言ったら写真は NG だと言われましたね、うん、ああ、そんなこと言いましたか。そうなんです。僕は言ってませんよマネージャーが言ったんですご判断されたんですね。今日はちょっとダメだと、まあ、逆に傷つくよねあ、そうなんだ、マネージャーはこの髪 NG なんだ。なに、俺の頭なんだ、陰謀かそこまで言ってないです。 誰もそこまで言ってない。昔それで確かにめちゃイケで捕まったことあるけどもめちゃイケ警察に髪が陰謀だった。髪が陰謀です。猥褻物致死罪だった。あとね、僕の腕から毛が出てるって言いますけどね、はい、これもね、僕ものすごい気にしてるんですよ。そうなんですか？はい。すいません。僕、すごい好きなんですよ、その毛が。よく人が気にすること言いますね。これね、星野くんね、はい、僕にしても、謎の毛なんですよ。謎の毛っていうの？ 30 歳ぐらいから、30歳ぐらいからなんかよくわからないところの毛が濃くなってきてるんですよ。突然生えてきたんですね。20代の頃はじゃあ。ないです。20代の頃、このあれでしょ？この手首と、から、はい、手首から3センチぐらい上のところの毛が濃いでしょ？ すごい血管の流れと一緒。そうなんですよ。なんかね、ちょっとほんと、なんかゴルフのグリーンみたいな、なんかここだけちょっと濃いんですよ。でも、ちょっと思うんですけど、なんで七分丈のシャツを着てきたんですか？それで。不思議なんです、ね、あなたはね、ピーコさんかな。なんで僕の私服チェックするんですか。いや、おしゃれだなと、すごい素敵だなと思って、そのシャツ。これ、めっちゃ可愛いよな、すごい可愛いですね。襟がちょっと丸くなってて。そうでしょ。ね。でも写真撮影できない、ちょっと惜しいですよね。いや、いいです。撮ってくださいよ。マネージャーが。写真を。マネージャーが僕の髪を撮っちゃいけないって言ってるだけだって、僕は全然 OK。全く恥じる必要がない。じゃあ、顔面から下は大丈夫かも、ということ、ね。顔面映してくださいよ。え、でもダメだ。そんなタレントいます？顔面から下しか撮れないタレントって。でも正直今僕と今1メートル以内ぐらいの距離で顔面をちょっと見させていただいておりますけども、はいはいはい、コンディション最悪ですよ、皆さん。兄さん。目は充血していて。違う。それはな、お前だ。12時半に呼ばれて50分待たされたら目も充血するわ。それは本当にすいません。それでね、あなたにね、コンディション最悪だって言われてもね、しゃあないですよ、そんなもん。でもともとね、この10分とか15分ぐらいから入っていただくっていう、予定がこっちであったんですよ。いや、それちょっと聞いてないわ。1時からって聞いてるわけ。伝達がね、うまく。1時からって素晴らしい、マネージャーさん素晴らしいとじゃないですか。そう、10分前に到着っていうのは素晴らしいですよ。いや、マネージャーも大説教ですよ。こんなことで怒られちゃう。僕はね、遅くついても怒んないけど、巻いて入ると怒るんだ、僕は。もうさっきもね、怒らないでって言われて。バカ野郎って言って僕怒るんですよ。娘さんに心配されちゃいます、ね。娘、絶対聞かせないからいいんですよ。あと、僕褒めたいところは。うん、もう一個あるのが嬉しいな。うん、君言っとくと、今のところ一個も褒めてないからね。一個も褒めてないからね。同じ、編集者さん。
とね、担当の方がいるじゃないですか。うん、とある方が。うん、ああ、はい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 。北洋さん、どちらも担当されてる編集者さんが。まあ、ムジカのね。ムジカじゃない、ない方です。ムジカじゃない。ムジカじゃない方です。メディア、メディアの方です。M。本出すときね。そうそうそう、本出すとき。本出すときのね、大泉エッセイとか、出すときのね。そうそう。はいはいはい。とか、ちょっと、あんま実現はね、できなかったですけど、こう、ご飯食べたいですね、なんていうお話を、はいはい、これ、二人でね、言ったことはあるんですけど、その時もこう、その編集さん経由でね、こう、お話をしたりするときがたまにあって、はいはいはい、その時にご飯行きたいですね、なんつって、うん、あ、じゃあ行きましょうよ、なんて言ってたんですけど、うん、僕がね、聞いたときは、牡蠣のお店に行きたいと。牡蠣がすごく好きだということで。編集者の人がですか？そうです、はいはい。とか、あと、もう、洋さんが、兄さんがすごく行きたいと。私も好きなんですよ。はい、そうなんですけど、僕、アレルギーなんですよ。貝が食べれないんでしたっけ？そうなんですよ。で、そうなんで、アレルギーなんですよ。なんで、ちょっと違うところにって言ったら、いや、そこでと。兄さんがもう、そこにしましょうと。アレルギーを発生させてやろう。童貞にと。おっしゃっています、先生が。という連絡をもらって。違います。それちょっと違います。話違います。違いますか、それは。いや、牡蠣、僕も牡蠣が好きだし、そうですね。その、編集者も牡蠣が好きだから、牡蠣のお店にしましょう、って言ったんですね。そしたら、兄さんそしたら、はい、そしたら。その編集者が、いや先生、星野さんどうやら貝類が食べれないらしいですって言われて、え、マジでって、そうなんだ、だからちょっと牡蠣の店ダメでしたって言われて、そうなんだっつって、じゃあこの店にしようっつって僕が言った店がハマグリって店だった。はい、星野源のオールナイトニッポン、今日のゲストはね、大泉洋兄さんということで。あ、どうも。こんばんは。すごいですね。なんか、ちゃんとこう、モノマネをね、やっていただきたいと思って、振ろうかなって思ったら、もう、ご自身からやってくださるんですよ。いや、いや、僕、ずっと怒ってるけど、いや、いいですよ。モノマネね。いや、いいですよ。はい、ね、私の得意なマン・イン・ザ・ミラーかかったのはいいですけど、はいはい、どうなんでしょうね。マイケルに乗せて、ふわーっと俺のモノマネ被ってくるっていうのは、おそらく誰しもが求めてない形のモノマネというか、いやでもちょっと泉さん好きな人は多分すごく喜んでると思うんですけど、マイケルが好きな人にとってはこれ以上許せないことはないというかね。だし僕マイケルも大好きなんで、いやなんか僕のファンにしてみたらなんか若干中途半端な感じで本物と混ざってるから、なんかどっちがなんかどうかもようわからんし、そうですよね。それでなんかこう、うん、なんかこうモノマネ終わった後に、いやどうでしたとか、なんか似てた似てないみたいな、いやそんなことないだろうみたいな話もなく、うん、ふわーっとまたなんかそのまた曲に戻るとか。違うんです。曲を流して、流れた後に改めてこう振ろうと思ったら、もう曲中からモノマネをしだすから。いや、まあ僕はもうマイクを生かさざるを得ないから。そこ生かす必要ないんですよ、別に。目の前で目をつぶってもマイケルになりきるから。まあ気持ちよくやってたけども、それでも別に終わった後でも僕はできたから。そうです。そこでマイクを生かされた時の。僕だけしか楽しめない感じになっちゃってたんです。すいません、ちょっと生かしちゃいました。一番ダメなラジオだね。すいません。一番独りよがれなラジオだね、それは。誰も得しないラジオだな。すいません。あと、はいはいはい、褒め合うっていうあれだったんですよね。いや、無理ですよ。あと、その後で褒める話をしようと思ったんですけど。3万通来てるね、お便りもっと紹介してもらっていいですか。さっきのね、褒め合ってくださいから、はいはいはい、あなた一個も僕のこと褒めてないし、よくわかんないモノマネさせて。逆に褒めていただいてもいい？いや、ないよ！お前のいいとこなんか。お前のいいとこなんか何にもないよ！始まってから。もう、あの話の流れで褒める話しようと思ったらね、曲がかかっちゃう、もうどうしよう、進行が本当すいません。曲をかけざるを得なかったんでね。ラジオネーム、毎日どうでしょうさん。大泉さんって、下ネタ話すキャラじゃないと思いますが大丈夫ですか？だって。僕あんま話さないですよ、下ネタって。でもいきなり童貞って言いましたね、あなた。童貞しょうがないでしょ、目の前に童貞がいるんだから。人の帽子のことを、だって、こんな憧れのコンドームという、下ネタ話す人じゃないですか、これじゃあ。どこからどう見ても、これ、後で写真かなんか上がるんですか？もう上がってるんですよ。上がってる。見てください、これ本当に。
青ピクミンと攻めて言ってください。だからなんかね、自分ではつけられないから頭にかぶせてくださいみたいな憧れのつける機会がないから、憧れのコンドームでしょこれ。股間につける機会がないから。そうですよ。ラジオネームハレンチトーストさん、大泉さんは真田丸の他に龍馬伝にも出演されていましたが、はいはいはい、今回が初の大河出演となる源さんに大河の先輩として何かアドバイスはありますか。真田丸ね、ご一緒させていただいております。いいですかこの話して。お願いします。ほらね、これは本当の話なんですけどね。はい、すごい本当に本当にお願いします。星野源さん、はい、まあ、今回真田丸にこの後お出になるということで、はい、実はもうつい先日、はい、もうすでに星野源さんもう撮りましたね。あの一シーン撮りました。もうワンシーン撮られたんですよ、はい、それでまあ星野源さん初めてその真田丸のリハーサルっていうのにこう参加することになったんですね。はい、私驚きましたよ。なんか夜に突然メールが入ってまして、なんか兄さん助けてくださいって書いてるんですよ。これは大変だなと、これは偉いことだと、はい、いうことを私メールを見ましたら、まあ真田丸、まあ、そのいわゆる大河ドラマというもの、はい、こう月曜日にリハーサルというのがありまして、その1週間撮るシーンを全部リハーサルするんですね。で、その真田丸、その大河ドラマのリハーサルっていうのは、うん、皆さんその着物でやられるんですよ。浴衣とかね。浴衣とか、はい、まあ、女性は皆さん着物、はい、男性はまあ浴衣で、はい、まあやはりその、まあ、実際もちろん大河でも着物を着るわけですから、そうですね、まあ、そのリハーサルからその着物を着られましょうということで、はい、まあ、それを星野源さんお聞きになられたんですね、うん、どうやらその大河ドラマのリハーサルというのは着物を着て浴衣を着てやるらしい。そうなんです。マネージャーさんから聞きまして、そこで星野源さん慌てられたんですね、うん、兄さん助けてくださいと、うん、浴衣でやると聞きましたと、はい、どこに売ってるんですか、ね、これは切実だと、はい、これは教えてあげなきゃいけないと思いましたけども、はい、僕も着てないんですそうだったんですよね。これはね、先輩としてね、力不足感じました。そうですか星野くん、これはね、僕も浴衣着てないそうなんですよ。そういう連絡が帰ってきて、僕も着てないんだよって。何にも役立たなかったっすね、僕。一回も着てないんだよって。いや、あれで、でもね、いや、まあまあ、まあ、着る人も、はい、着る人は着るんですけど、はい、着ない方は着ないんですよ。ですから、はい、我々の大先輩である、福山雅治大先生、はい、着てませんでした。あ、そうですか。あ、じゃあ着なくても大丈夫ですね。福山先生もバシーっとなんか高そうなジャージ着てました。あ、高そうなジャージを。高そうなジャージ着てました。わかりました。ダイヤ散りばめられてるんだった。そんなジャージ着てました。ヨーちゃん。え？ヨーちゃん。大丈夫よって言って。福山さんにもちょっとお聞きしたいですね。タイガーに出る際の。そうですね。あの心意気を。はい。もう聞いた方がいいと思いますよ。何でも教えてくれますから。どうしたらいいですかね、ヒレタダ。ガンちゃん。あのね、はい、これ僕怒られない？音がしないっつって。兄さん、すごく CM 開けましたえ、いや星野くんさ、悪いんだけどさ、もうそろそろさ、僕の映画の話してくれる？今ペン回しの話をすごいされてて、 CM の間はね。そうですね、知ってるよね、僕映画の宣伝で来てんの知ってます。知ってるよね。ちょっとじゃあお聞かせいただきたいですよ。もう一個言うけど、俺2時までしか出ないからね。あ、そうなんですか。そうですよ。僕2時までって聞いてますよ。もしよかったらその後も全然いていただいて大丈夫。誤解を恐れずに聞きますけど、僕の登場ってあと7分ないんですか。そうですね。これだけよくわかんないものまねさせられて。あと5分ぐらいですね。自分でしたんじゃないですか。自分から映画の話しっかりとねってディレクター言ってるけど、もう遅いんだよ君言っとくけど。はい、じゃあ兄さん分かりました。兄さん分かりました。兄さん、はい、今日は何で来たんですか。いや、まあ一つにはね、はい、今その星野源君がやってるラジオのゲストです。本当にありがとうございます、まあ、もう一つはこの4月23日公開になります、はい、アイアムヒーローという映画に。これはもう嬉しいなぁ。主演をされている。主演でございます、はい。私も見させていただきましたよ。嬉しい。忙しい中、申し訳ないね。面白かったですよ。なんでも、原作のファンだとか、うん。そうなんです。こう、どういう映画なんですか、このアイアムアヒーローという映画。え、やっぱり告知をするからには、やっぱご自身で説明していただかないと。こんなにね、単純な
うん、あのね、映画に大事なことってのはね、もう、うん、短くストーリーが言えることなんです。なるほど。そう、勉強させていただきたいです。この映画何かと言いますと、うん、このゾキュンという、はい、謎の感染症で、こうゾキュンというこう謎のこう攻撃的な生命体に変わってしまった人間がこう、うん、襲ってくる映画でして、うん、私はこのうだつの上がらないその漫画家のアシスタントなんですね。はいはいはい。ところがクレー射撃が趣味だったという、うん、その時はまあこういろいろありまして、うん、その銃を持ってこう家を締め出されてしまってる、うん、そこでこの感染症でもうどん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 人類がゾキュンになっていくというそのパニックに見舞われまして、はい、最終的にその襲ってくるゾキュンをこの秀夫という主人公の私がどん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 こう倒して有村架純ちゃんだとか、うん、長澤まさみちゃんだとかを守っていくという、うん、ですからもうその一つのその秀夫という男の成長の物語もあるわけですよね。なるほど。うだつながらなかった男が、はいはいはい、うん、女性を守るまでにこうなっていくという、うん、それはね、もだからもうあの最初はうちはもう銃をせっかく持ってるにもかかわらず、ちょっと待って兄さん、めちゃくちゃ長いです説明が一言でちょっとびっくりしたんですけど今そうですか、すぐ長かった、一言じゃなかった、まあまあ、まあ、そういう映画です。そうですよね、もうあのね、ゾン、あ、ゾンって言っちゃいけないんだ、ゾキュン、はいはい、ゾキュンの造形と動きがもう素晴らしいですね。それやっぱ原作ファンからしても、はい、あといわゆるこう、まあ、ゾキュンってちょっと、まあ、別物かもしれない。いわゆる、まあ、ゾンビ映画って言われるもの。まあまあまあ、ジャンル的にね。大好きなので。ジャンル的にゾンビ映画ね。すごくフレッシュな場面がいくつかあって、僕はすごく大好きでしたよ。はいはいはい、そんな中で、これメール来てます。はいはい、ユミさん、大泉さんに質問です。新しい映画、アイアムはヒーローが始まりますが、はい、髪型がクルクルじゃないですよね。映画予告を見ましたが、サラサラでした。大変でしたかっていうメールが来てるんですけど、サラサラなんですよ。あの、そうです。兄さんの髪の毛が、うん、で兄さんが本当にあの気弱なあの いい人というか、あのもう自分がちゃんと出せない、うん、どちらかと今横にいるテラちゃんに割と似てるんじゃないかなっていう感じのキャラクターをされていてですね。そうですね、はい、確かに私が求めたこんな人になりたいなっていう方ですね。原作の鈴木秀夫にそっくりなんですよ。そうですねそうなんです、似てます。ありがとうございますって言いましたけど、別に褒めてません星野源のオールナイトニッポン、今夜は大泉洋さんがゲストに来ていただいております。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。アイアムヒーローのお話を聞きましょう、ね、お願いします、そうそう、で話の、ね、途中だったんですよ。でも、はい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 、そのでもその鈴木秀夫っていう役が、うん、いわゆるこう大泉さんが今までやられてた役とちょっとだけ違うイメージがあってすごく新鮮だったんですよ。最終的にヒーローにまでなっていくっていうのはあまりやったことがないですね。だから、まあ、最終的にヒーローになっていく分、やっぱその前半戦のね、この、なんともうだつの上がらない感じというのが今回際立ったかもしれませんな。インタビューでちょっと読んだんですけど、いい最後ね、まあ最後というか、後半、うん、なんて言えばいいんだろう、かっこいいシーンがあるところを、洋さんは、兄さんは、自分がかっこよく演じたくないっていうふうに思っていたっていうお話を聞いていて、はあはあ、あの背中の姿のところですね、はあはあ、でそれがすごくいいなと思っていて、はあはあ、鈴木秀夫本人はかっこいいとか思ってないんだけど、周りがかっこいいと思ってしまうっていう、うんうん、そういうヒーロー像みたいなものを楊さんが体現したような感じがして、はあ、すごくかっこいいと思いました。だってまあそのなんですかね、だってかっこいいとは思ってないわけですもんね。本人はね。本人はね。必死ですよね。本人必死ですからね。うんうん、ただまあその、シーン自体はね、客観的に読めばかっこいいわけですけども。うんうん、だから、かっこいいシーンをかっこよく演じようと思ったら、まあ、まむさらまあ気持ち悪いだろうな、というところでね。うん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 、まあ結果、ね、見た人がかっこよく、見えるという結果になると一番いいな、なと思って、うん、まあ演じてはいましたけどもね。素晴らしい。ありがとうございます。ラジオネームカホタスさん、ヨウさん、映画アイアムヒーローいろいろな賞を総なめしているらしいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。もう出る映画戦全部撮ってます。すごいですね。4カ国で6冠取りましたからね。すごいな。なんかポルトガル、スペイン、はい、ベルギー、アメリカ、4カ国で全部で6冠取ってるんですよ。なんかその僕その見終わった後に本当にヒットしてほしいなという、日本国内でも。あ、なんかこれがヒットするともう日本映画の枠がこうぐわっと広がるんじゃないかな。そうですね、うん、もっとなんかこうこういうのも当たるってことが分かると、そうですね、もっとなんかいろんなもの作れると思うんですよね、うん、
で、しかもこう結構ね、過激なところもあるじゃないですか。ありますよ。でもそれもなんていうか、こう、エンタメの範囲をこうグッと広げてくれるような過激さというか。そうですね。カップルとか絶対面白いと思います。ギャーとか言いながら見る。面白いと思います。ですよね。あれね、やっぱりどうしたってね、女の子はね、なんとなくどっか男の人にどっか触っちゃいますよ。どういうことですか？あ、映画見てる最中ね。そうです。ギャーっつって。今なんかその、股間の話だと思ってました今。いや、だって、何を急に言い出すんだろうと思って。なんかこう、腕とかなんか、ついつい持っちゃうと思うんですよね、見ながら。そうですね。ちょっとやっぱ、ひってね。ちょっと怖いから。で、あっとかってこう、ちょっとこう、やっぱこう、ボディタッチがこう、あるわけですよ。これいいですよね。これやっぱりね、ぐっとやっぱりね、距離近づきますよ、やっぱり、ね。男と女の距離というのは。ただ一個心配だったのが、はあ、有村架純ちゃんが、可愛すぎて、カップルで見に行くと、ちょっと仲悪くなっちゃうんじゃないかなっていう心配が。男が目移りをしちゃうんじゃないかという。かわいすぎて。なるほどね。大丈夫でしたか、ヨウさんは。かわいすぎて。いや。まあ私もね、もうやっぱりいいおじさんですからね。はい。そこね、やっぱりいちいちね、やっぱり小有村ちゃんと共演してね。かわいいな。やばいな、俺、とかやってた。これ、仕事になりませんよ。そうですね。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。でもやっぱ可愛いですね。ですから、いいですね、でも、うん、よくね、私、インタビューなんかで答えてるんですけども、はい、やっぱりなぜ秀夫が強くなれたかと。いうのは、やっぱりその、かすみちゃん演じるひろみという女がいるわけですけども、うん、もうたまたまそのパニックになった状態で、はいはい、同じタクシーに乗り合わせて逃げたと。うん、もうその偶然がこう二人を引き合わせただけなんですけども、うん、そのもう荒廃しきった世の中で、秀夫にとっての唯一のなんかこう、身近な人。はい。それがやっぱりもうヒロミだったと思うんですよね。うんうんうん、だから、もう、今この子を失ったら、この、なんかもう、荒廃しきった世の中で自分のなんかこう、生きる、なんか道しるべみたいなのをなくすと思うんですよ。はいはい、だから、どうしてもこの子だけは守りたかったんだと思う。うんうんうん、それが、私も演じて非常にリアルに思えたんですよ。この子だけは失えないと思ったんですけども、うん、例えば、その偶然タクシーに乗り合わせたのが、おっさんだったら、おそらく、降りたところで、じゃあまあ、あとは、まあ、別々に行きましょう。そうですよね。僕が守るってことにはならないですよね。ねじゃあ、僕、じゃあこっち行ってみますって。あ、富士山登りますつって。いや、それもありだと思います。ありだと。それもありだと思う。みたいなね。まあ、最悪連絡先だけ交換して。どうすか富士山。そうすかみたいなね。でもこれやっぱ、有村架純だったら、やっぱそれは守ろうってなる。そうですね。ね。まあでも確かに、ということは、その、ひろみちゃんが頼ってるって構図だけれども、実は、秀夫も、彼女がいたからっていうのがあったんですね。しかも、このタクシーに行くまでのシーンの長さ、ロング、あれいいですよ。ものすごいかかりましたよ。すごいですよね、あれ。カメラを抜けたちっちゃな車がブワーッつって走って、ずーっと僕のことをこう、撮っていくんですよ。僕はその、車を追っかけながら走っていくんですよ。あれ撮影すごい大変だったろうね。大変でした。つまりカット割らないのでね、その間と。その一連の間で、やれ、車が突っ込んできたり、上から雑巾が降ってきたり、雑巾が車に引かれたりとかと延々やるんですよ。そうなんですよね。それをまた監督が OK 出さないんですよ、なあ、素晴らしいですね。何本僕走るんですかっていうのをね、やりました。何本も撮ったんですね。やりました。でもその撮れ高が十分に出てると思いますね。いやありがとうございます。ぜひ皆さん、公開は、4月の23日からです。4月23日、もうすぐですよ。そうですね。もう本当に、まあまあ本当に怖いって言う人もいますけど、うん、でもそこまで怖くないでしょ。そうですね。笑うところもいっぱいありますね。あります。うん。なんかこう、終わった感じはなんかこう、爽快感があるでしょ。そうですね。だから本当にカップルでもいいと思います。一人でも行っても面白いと思います。全然いいと思います。ぜひ皆さん、見に行ってください。お願いします。で、ちょっと星野源のうなど日本を聞いてる皆さんに、最後に一言。メッセージいただいてますか。星野源のオールナイト日本を聞いていただいている皆さん、はい、本当にこのくだらないラジオを聞いていただいて、本当に星野源に代わりまして、私が代わりに謝罪させていただきたいと。謝罪なんですね。本当にすいません。この下品な放送をずっと聞いていただきまして、ありがとうございます。その星野源の友達の
大泉洋の映画を見てみませんか。星野源が面白いと言っている映画なんで、これは面白いんですよね。そうですね、ぜひ。そうですよね。僕も見てほしいですもん。そうでしょう、うん、これ